シャンルベギ法によるリモージュ法浪のチボリウム。中央の縁には外空フィー様式が見られる。1200年リモージュ法浪はフランスのリモージュで制作された法浪製品である。リモージュは12世紀までヨーロッパにおける法浪製品生産の中心地であり、リモージュで制作された法浪製品はオープスドゥリモージュやレイボールリモージュとして知られていた。 リモージュは大規模なシャンルベ製作で有名になり、15世紀より、グリザユ技法を用いた色彩豊かな作品により、高く評価されてきた。しばらくすると、シャンルベ技法による名板やシャス、生骨箱は、次第に大量生産されるようになり、教会や貴族も入手可能になった。しかし、最高品質のシャンルベ製品は、モザン渓谷地域が製作しており、後に、 パリのバス対遊ユ技法による放浪製品が市場を席巻した。リモージュ放浪は通常銅を加工容器として用いるが、銀製品や金製品を加工容器として用いることもあった。使用する材料の耐久性の高さから保存に向いており、より安価な銅製のリモージュ放浪は貴金属で製作された宮廷の作品よりもはるかに良い保存状態を保っている。 初期のリモージュ放浪の数点に義空フィー様式が見られる。リモージュ放浪の装飾様式であり、アキテーヌ地域圏で長期間にわたって見られた。ありがとうございます。